こんにちは天馬アカデミー堀秀夫です今日はアマゾン輸出、ねどれぐらいの人がアマゾンを利用していてで、セラーはどれぐらい、えー、売り上げているのか、まあ、その資料がねアマゾンから送られてきたんで、それについてシェアします。まず、アメリカとヨーロッパと日本の、えー、それぞれのビジターを、えー、このように発表しています。アメリカは1億7000万人、ね 1>, 月間1億7000万人が利用するとでデスクトップで1億人、モバイルで7000万人が利用しています。ヨーロッパは1億2500万人、デスクトップが8000万人、モバイルが4500万人ですねで。日本の場合はモバイルの比率がすごい高くてですね、4900万人が利用しているんですけど、デスクトップは1700万人。 モバイルが3200万人と。まあ、日本の場合はね、えーまあ、モバイル使っている人が多いというのがね、えー、際を立ってますね。でそんなアマゾンの、えー、ビジターに売っている商品ですね、えー。なんと世界で10万人以上の売り手が、えー、10万ドル以上と、ねえー、年間1200万円、月間にして100万円以上売り上げている。 これはすごい数字ですね。10万人ってどんだけなんかって感じですけど、まあ、魅力的な商品を提供できれば、1人でね、これぐらいの数字は楽々上げられるというのが、アマゾン輸出の特色だと思います。で、中国来てね、今中国にいるんですけど、思うのは、たとえば中国商品でもですね、日本だとすごいテストをしやすいです。 えー、な,な,な,なぜかね、中国にいるより、日本の方がサンプルが手に入りやすいと。ねまあ、そんなわけで、日本の商品が魅力的、日本の検品が魅力的、で日本だと高く売れる商品もあるし、信頼度も高いと、ねえー、輸送費も安いというね、日本はすごい恵まれた状態で、この物販ビジネスに取り組めるんでですね。 まあ、ぜひ、アマゾン輸出でも、まあ、日本に住んでいる強みを生かして、えー、取り組んでいただければ、この世界、ね、番、え、に、ー、万いる月100万以上というのはね、楽々達成可能です。まあ、実際問題、私のサポートを受けていらっしゃる方も、本業の方はですね、まあ、ほぼこのラインは突破しています、まあ。そんだけね、えー、再現性の高いというか、成功率の高い、えー、ビジネスというのはなかなかありませんし、 まあこれが10年先もね、同じ状態かどうかわからないですけど、まあ少なくともあと数年間は、この Amazon を使った物販っていうのは非常に儲けやすいです。まして日本にいるんだとね、えー、もう恵まれた状態で取り組むことができますんで、まあ Amazon 演出、取り組まれてみてはいかがでしょうか。まあ何をやってどれぐらい儲かるのかね、どんな注意点があるのか、まあその辺のことをこのメールセミナー、えー、クリックしてね、登録していただければ、えー、情報が 無料でゲットできますんで、ぜひご,ご登録ください。以上、天馬アカデミー堀秀夫でした。